ピュン。何してんの？前回ワールド1をクリアしまして、次ワールド2に進んでいきたいんだけど、その前にね、説明してないものがあったわ。あのさ、このステージセレクト画面で一番右にさ、あの青いトロフィーあるじゃん。あれを手に入れるにはタイムアタックなんだよ。で、このステージだと41秒以内にクリアすればあの青いトロフィーが手に入るんだよね。で、それも全ステージやったら真のエンディングに行けると。大変よ。まあこのタイムアタックに関しては、まあでも一回やってみた方がいいかな。うん、どういうことかちょっとお見せしたいわ。はい、バンニョン超特急。あのね、タイムアタックをするにはステージの冒頭にあそこタイマーがあるんだよ。あれを手に入れたらタイムアタックモードスタートなんだよね。ってことで、こ、あー、もう取れなかったよ。もう早速ダサい。え、タイムアタックの時は別にあれよ、ボックス関係ないからもう飛ばしちゃおう。ずっとダッシュで、この1秒2秒、そう、あれはね、時間なのよ。その箱に書いてある数字を手に入れたら、その分タイマーがストップすると、そういうことですよ。もうノンストップ、ノンストップ。あー、タイムアタックの場合はこれ絶対最初からなんだっけ。そうか、チェックポイントないのか。あ、大変、それは大変で、41秒以内、いや、いけんじゃないか別に。はいはいはい。でね、確かダッシュしてれば、そう、ジャンプしなくてもあそこ大丈夫で、しっかりこれ取っていく。あれ欲しいな、アクアクちゃん欲しいな。アクアクちゃんがいればだいぶ楽になるかと思うんですけど、 OK、 ゲットした。来てる、来てるね。 OK、 でちゃんとタイマー取って、もう下行こう、怖い、怖い、ダメだぞ、こう、マジ？めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、どうしよう、危ねえ、あ、危ねえ、よし、あと、あと出し、あとは出していいよね、あー、取りたかった。で、2秒取る、ここまで、ノンストップで来てますけどもね、怖い、やばい、黙っちゃう、黙っちゃう、黙っちゃうよ、怖いよ、怖いよ。あ、でもいけるか、あとどれくらい、うわ、危ない、オッケー。え、待って待って、20秒、21秒だ、え、早すぎない、もうオーバーキル、オーバーキル、キルじゃないか、オーバーラン、オーバーラン、すげえ、めっちゃ早いじゃん。2個ちょうだい。あ、早すぎるから金のトロフィーもらったんだ。で、名前も入れたらいいと、まあ何でもいいや。いや、そういうことだね、なるほど、面白いな、やっぱタイムアタック楽しいな。で、金のトロフィー嬉しいね。ダンスはまあいつも通り、ブー。で、そう、ワールド2に行く前にここのね、白いダイヤもう1個あるから、それをやっちゃおうかな。で、まあタイムアタックはやんないです。まあ、タイムアタック別に動画にしてもそんな見どころないんじゃないかなと。まあ面白そうなとこはやってもいいかなと思うけどね。で、ここの白いダイヤもう1個はどこかなと思ったんだけど、あ、編集してたよね、怪しいとこあったね。あと、そうだ、このステージは恐竜が箱壊してくれるらしいから、別に自分が壊す必要はないっぽいのよ、多分。大丈夫だよね、任せていいかい、君に。まあ行ってみよっか。そう、ステージの中盤、そこにね、怪しいところがあるんだよね。だ、そこまで行っちゃおっか。ここ。これなんだっけ？なんだっけな、これ。多分ここに乗れるようになるんだよ、何かで。今は違うのか、じゃあ。あ、じゃあ、出ますか。違ったっぽいわ。じゃあ、一旦あそこは保留で、先に進んでいくんだけど、どうやらね、このぶっ飛び三段盛りではね、ココちゃんでもプレイできるらしいんだよ。あの、昔のやつだったら特定のステージだけココちゃんだったんだけど、変えられんのか。ココ一緒に冒険する、するよ、する。 R2 でココにチェンジ、え、できんの。あ、あ、すげえ。え、ってことはココちゃんもさ、ボディープレスできんの。あ、お尻で、なるほどね。せっかくだから行ってみるか。っていうか、これあったっけ、あれ、昔こんなあったっけ、なんだこれ、ん、え、どこに行くの、どこ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 、ココちゃんどこに行くの、え、なにこれ、あったっけこんなの、なにこれ、どこ、31、近未来ステージ。あー、これなんかこのぶっ飛び三段盛りで追加された、もともとあったんだけどもボツになったステージが確かこれだったかな。だからもうさ、リマスターっていうか、もうリメイクだよね。一旦やめよう。はい、戻ってきました。え、31やったしね、まあ、順番通り行こう。はい、ということでワールド2、6ステージ目から、ここは剣と魔法の研究員、行ってみようか、あえてのココちゃんで。なぜ
なぜにわしの邪魔をするのじゃ。わしは何を喋っていたのだ。おお、そうだ、タイニーはな、いつも怒ってばかりだが、あれはあれで一生懸命なのだ。次はもう少し手加減してやってくれ。やだよ。よし、始まった。ワールド2最初のステージね。あ、そうだ、あのさ、パート1編集してて思ったんだけどさ、このクラッシュのゲームの魅力ってさ、死亡アクションだと思うのよ。それを全然見せれてなかったと、僕が上手すぎて。え、ちなみにこのカエルにぶつかるとどうなるか見てみましょうか。あー、ピコちゃんごめん。まあそういうことはね、まあ童話の世界だね。危ねえ。魔法使いにカエルに変えられてしまった王子様が、キスすることで消えろよ。よし、キスすることで、人間に戻れると、そういう話だね。だからここは中世風のそういう童話の世界がテーマので、今のこの頑丈な木箱も前回手に入れたこのスーパーボディープレスを使えば壊せるってわけですよ。あ、魔法使いいた。あいつにやられたら確かカエルになるはずなんだよな。でもあんまやられたくないんだよ、正直。あぶねえ。で、このニトロはステージの最後にニトロ、そのステージに残ったニトロを壊すボタンがあるから放置で大丈夫。はい。これさ、敵を吹っ飛ばしてもこの攻撃できるのも楽しいよね。さあ、カエルがいます。カエルがいます。カエルがいます。もへい、オッケー。で、アクアクちゃん、あ、まだアクアクのさ、まあ危ねえ、怖いな。あの無敵アクション見せれてないよね。爽快なんですよ、できたら。だから3つ、よいしょ、アクアクちゃんを集めれば見せられるんだけど、なかなかいないな。あー、美味しい、気持ちいい。で、いや、ちょっとやだな、怖いな。はい、危ない。あ、ボーナスステージだ、行ってみよう。あいつ何してんの。さあ来た。ここは頭まあまあ使うね。アクションボタンがあったから、それをうまく利用して、まあここは普通に取っちゃっていいっしょ。うん、まあリンゴいっぱい欲しいよね。で、これはジャンプ台で取る。結構取るっしょ。壊して大丈夫か。まあ、ここはいっか。ここは壊して OK。で、先にこのアクションボタンを押しちゃうと、多分ね、ここ出ちゃうんだよ、ボックスが。だから、このようにして、危ない、怖い！取った上で、押す。で、いいね。そうそうそう。こういうこと。で、ここも大丈夫か。終わっちゃうね。じゃあ、出して大丈夫なはず。上になんもないよね。大丈夫だね。よし。てか、ココちゃん、パソコン置いてきなさいよ。あ、そっち、結構増えた。あ、16か。うわ、2人いる。落としな。あ、パワーフォアだ。これで、オッケー。気持ちいい。今の気持ちいいね。うん、死ぬよ。あー、危ない。ちょっとつ、猛進ヤギ。怖い。あー、やっちゃった。張りっちゃった。で、このボタンを押したら、ニトロが全部爆破できると。で、これで、白いダイヤもゲット。よし、これで剣と魔法の研究員はクリア。え、ココちゃん、もう一個は、あ、背中にあった。踊りくれ。よし、じゃあ次のステージ行くんだけど、どうしようかな、やっぱりクラッシュに変えようかな。うん、お兄ちゃん頑張ろう。ココちゃんの唇奪われたのも結構ショックだった。さあ、うわ、懐かしい、覚えてるわ。アラビアステージだね。結構難かった気がするぞ、ここは。行ってみよう、楽しみ。そうだ、あいつね、剣ぶん回してくんだよね。これさ、確かさ、リンゴもさ、弾き飛ばしたらさ、あ、攻撃にはならなかったか。そっかそっか。うん、スライディング。くるくる飛んでいく。さ、こっち行こう。で、うわ、いたな。あいつどうすんだっけ。何今の。何でもなかったけど。で、そうだそうだ、上にこうやってね、掴んで進んでいくんだけど、サソリがいるのよ。こいつが危ねえ。極
距離感つかまないとこのゲームで本当危ない。チェックポイント、はあ、いた。え、こいつ猿だったの？昔見た時普通に人間だったと思うんだけど違ったのかな。でこいつはこうやったらで、ちなみにさ、彼とぶつかったらこれはどう死んじゃうの？クラッシュ見てみたい。あ、死にやしないか、弾き飛ばされたか。じゃあいいや、消えて。でこの人はちょっと見たいよね、やっぱ死亡アクションもさ。ちょっとぶつかって俺に。どうなる？いやパリパリゴリラしちゃった。じゃあいいや、普通に進もう。でそこの箱も取って OK。 ここでそうね、リンゴの密集地帯でスピンしちゃうともったいないことになっちゃうからさ。いやこれは倒そう。よし OK。 で奥に進んでいく。危ない、これなんかボディープレスしちゃうな。よいしょ、変なボタン押してんのかな。 OK。 そして先に行くとまた上か。はい、俺昔よく思ってたけどさ、この上にさ掴んでる状態のコーンスピンさ、これどういうこと？これ腕どうなっちゃってんの腕やばくない？クラッシュで OK、 パワーストーンゲットでボーナスステージ行ってみよう。ここはどんなんだったかな。あー、もう早速せかされてんじゃん。せかさないで。あー、やっちゃったこれ。いやでも、いやまだいけるか。いや、せかさないで。いやでもいけるよ、これは。これはこれでいいもんね、別に。OKOKOK。怖かった。で、次は？いや、いいよね。うん。何も考えずに取っちゃって OK です。で、ここは考えよう。いや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 、やっちゃったか。いや、大丈夫。ん？上だな、確実に。うわー、登れなかったか、これ。いや、あぶね。これ確かさ、スライディングジャンプスピンでちょっとこうやって少し上に上がれるはず。あー、やっちゃった、もう最悪だよ。いや、待ってよ。ん？あ、そっか、違う TNT やったんだ。ここにあったボックスを TNT にして踏んづけて、その下のアクションボックスが作動すると。そういうことあった。あ、でも取れたじゃん。あ、でもここにある一箱取れないんだ。あ、いやと思ったら違う、別にいいんだ。あの下にさ書いてんじゃん、20分の20って。じゃ全部取ってるわ。何なのじゃ。謎。さあ続き、上に登って進んでいこう。リンゴうめうめ。本当のさ、バンディックのモデルの動物、バンディクートっていうのか、あれって本当にリンゴ好きなの？そういうことなのかな。へい。で、わあ、奥に進んでいくのちょっと苦手だな。怖えな。消えて。よし。で、わあ、せかされてる。やめて。うわー、封印。あそこはスピンでいいんだ、普通に。スピンで OKOK。で、チェックポイント取ろう。で、確かさ、いや、いけたかな。下にいる状態。あ、待って、ニトロ跳ねてんな。跳ねた瞬間。来いよ。うわ、よし、これでいいのか。確かこうだったかな。危ね、やめろ、振り回すんじゃない。そしてこっちだ。危ない危ない危ない。すい、よし、ゴールだ。でこれで全部 OK かな。逃してないよね。あと何個。あ、 OK、 これで全部のボックスを。なんでこっち来るの。平行移動してくる虫みたい。 OKOK、 白いダイヤもゲット。クリア。割とやられたな。 OK、 クリア。でこのステージさ、なんか金色のダイヤもあるよね。あれ、なんかあったか、そんなの。さあ次、お、荒野のキメキメハイウェイ。これ楽しかった、好きだった。さあレースステージですよ。スピード発ね。ここは一応ね、あー、しくった。スピード、スタートダッシュがあったはずなんだよ。でね、このステージはクラッシュかバイクに乗って1着で1位でゴールすればパワーストーンゲットだからね。道中にパワーストーンないんだよ。でこのダッシュ板踏めば、そう、今のようにウィリーで加速すると。どうしようかな、まずボックス制覇するか。いやーと思ったらもう無理でしたってなれば、もう1位を目指そう。
で難しいのがね、ダッシュ板乗ってアクセル押し続ければあのアクセル離すかどっかにぶつかるまでずっとダッシュしてくれるんだよ。ただその制御がむずい、まあむずい、なかなかね曲がりづらいんだよ。いくよ、ダッシュする。でこの時は速いけども右左があんまり効かない。でもあーだ、一回やめよう。待って2番、待って、もっと勝てない、勝てなかった、あと少しでした。うわ最悪。いやまずスタートダッシュ、スタートダッシュ1、2の3できた。あれ確かさ、昔のプレステ1の時はスタートダッシュ成功したのね、クラッシュがって言ってたはずなんだよ。それがないのか寂しいな。いやどうしよう、ボックス一旦無視しよっかな。いやーこれダート踏んじゃったらダメ、ダメか。であんまりねジャンプ版もね乗んない方がね早いんじゃなかったかな。ここら辺は曖昧だけど、だけど乗っとこ、乗っときます。いやなんか早いか、いや変わんねえな、そんな変わんねえな。まあ、とりあえずインコースを攻めて、インを攻めてダッシュ板に乗ってできるだけ進む、それが最高の選択。行ってみよう。あーもうこいつだけじゃん、あ余裕じゃん、もう1着だよ。あ簡単でした、はい。まあ、1着取るのはできましたと。じゃあ次ボックス全部破壊しよう。よし、俺っちリンゴダイルってんだ。コルテックスの親父にこの時代のパワーストーンを集めろって言われたのよ。おとなしく俺っちにブツをよこせっての、でねえと一定目に合わせ。歯並びどうなってんだよ。さあ次はボックス制覇頑張りますってことで、別に1着になる必要ないのかな。まあゆっくりやるわ。あれこれボックス全部制覇しつつ、あれじゃない、1着取れたよ。あ余裕じゃん、取れたよね、できた。あ完全か、待って待って、あー逃した。3、え逃した、いや手に入れてるはず、手に入れたよね、クラッシュ大丈夫。あーよかった、ナイス受刑者。さあ救命、ここはピラミッド建設中、ここもあれか、白ダイヤ2つあんのか。このステージ確かね分岐があったはずなんだよ。あこれ手前なんかあったっけ、ないか、懐かしい、一発目にいるこの大蛇、はい。そして進んでいきます。ここ難しかった覚えあるぜ、楽しみだぜ。やっぱね難しいステージやるのが何よりもの醍醐味だと僕は思うんですよこのゲームの。あ、いたいたいた、跳躍力が半端ないワニ、元気。タイミング見てここで OK、 よしちゃんとボックス取って、どこあったかな、結構早い段階で分岐があるはずだったんだけど、でここ確かねこうなんか滑るんだよ、油なのかなタールなのかな。そしてあれまだか、チェックポイント。あーここね確か床がね落ちるんだよ、どっちか、どっちだっけ、こっちか、あ落ちる、じゃあ落ちました、関係ないとこで。もう一回、まあ普通にダッシュで行けば間に合うね。あもうボーナスか、行ってみよう。どうなってんだ、 TNT か、大丈夫かな。まあ最初ここは壊しちゃって大丈夫か、じゃあ壊してそっちに行こう。でここも壊していいよね、一個ずつ壊した、でそこも壊して OK ね、でここは壊して大丈夫ね、はいはいはい。そしてここは考えよう、上に行きたいんだってことで、これじゃあ乗れないから、でこうか、よいしょ、これで OK、 そこ爆発して下のこれね、おし完璧。さあ戻ろう、さあ先へ進んでいきましょうかね。これなんだっけ、あーはいはい、このリフトが動くスイッチだ。ああの壺の中にね、覚えてる、白いね猿がいるんだよ、出てきた、あいつね投げてくんだよ、一匹なかったっけ、いっぱいいた気がするんだけど、でこいつね移動するんだよってことで、あぶね、選択肢をね狭めてやるとねもう移動できないんだよ、で倒すじゃん、この後こいつね命乞いするんだよ。
どうか命だけはって言うんだけど、踏んだらね、こいつ面白いことにね、リングいっぱい出してくれるんですよ。あら、もっと持ってんだろ。出せ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 、全部出せ。借りれるところはあるんだぜ。出せよ出せよっていうのをちっちゃい時やってたんだよ。さあ続きまして、あいつだ。上からなんかよくわかんない、このおいしょ石を落としてくるんで、気をつけてタイミング見ていくと。でこいつ面白いのが壊せちゃう。でクラッシュもこれを動かせるんだよ。あれ、あ、そう、落ちてくるの、この上ジャンプできんだよ。でいっぱい出せる、それだけ。まあそんな小ネタは置いといて先に行きましょう。ここは確かその光に触れちゃいけない。触れたらどうなるかっていうと、そう、ナイフ飛んでくんだよ。それは覚えてた。怖い、危ねえな。あれ、分岐あると思ったんだけどな。このステージじゃなかったっけ。怖い。あ、やっぱここだ、ここね。あっち側にも行けるんだけど落ちるよね。いや、まだ行けないのか。じゃあいいや、後に行けるようになるんだよね。さあここのボックスも取ろう。さあ先へ進んでいくけども、これなんだ、落ちないよ、大丈夫ね、オッケー、よし。え、潰されるのが怖い。え、これもう足場出してこれに乗ると、今この円柱のやつ乗ってるけど、これなんか落ちるやつもあった気がするんだよな。怖いな。あれ、ここどうすんだっけ。普通に走っていけたね。 OK、 1アップで、あっちに行く。もうそのゴールかな。あ、まだあるわ。はい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 、あ、そうだ、これね、上に乗ってこう取ると、そういうこと。いいぞいいぞ、バカ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 、危ない、やった、危ねえ、危ない。で、あの火炎放射も倒して、その足場は落ちるかな。落ちなかった、よかった。怖い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 、危ない。パワーストーン取ります。で、リフト動かして、くーい、冒険した方がいい、冒険した方がいい、危ない。はい、オッケー。あれ、どう、え、ダメ、ダメなんだ。え、どこで、なんかあったっけ。いや、あの分岐、あれ分岐のことかな。じゃあまだ無理ってことか。あれ、昔やってたはずなのに覚えてないな。え、分岐もして、ん、全部のボックス壊したとして、さらにもう一個あるんでしょ。どういうこと。さあ10面、月夜の超特急、ココちゃんだ。楽しいよ。さあ行こう。前回やった万里の超特急の夜バージョン。あれ、これってコース一緒だったっけ。いや違うね、完全に違うね。下で下を取ってダッシュはしなくていいよね。怖いけど、ダッシュ使うのは上から、あの、そう、樽が落ちてくるときだけ、これときだけでいいはず。怖い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 。これ下でいいね、あいつフェイクだね。で、ここもちょっとダッシュしとこう。怖い、危ない。何してんだろうね。さあもう一度ダッシュして、攻略力を生かして、ここも取る。いや、そこ、あ、危ない、取る。で、上に行きたいからこっち使って、ここで OK。若干ダッシュしたことであれの2つは取れたのかな、多分。はい、はい、おい、で、おー、なんだそれ、うぇー、危ない、あー、逃した、最悪だよ、落ちたいな、落ちた、あー、かわいい。さあ、もう一回、危ない。あの、うねうねドラゴンが結構ね、厄介なのよ。こういくじゃん、ここしっかり通る。さっきここでお亡くなりになったよね。オッケーオッケー。中間上取って、怖い、あー取れなかった、あー、もう僕をどうにかして、なんだお前。さあもう一回、ここしっかり通る。で、下で左で、ここダッシュすれば大丈夫。危ない、よし、ジャンプジャンプ、
左、あー危ない、おっとっと、お前邪魔だよかわいい、ダッシュ、うーちょい、で、ここは普通に取れるでしょ、取って、あいつが邪魔なんだけど、取って、オッケー、ナイス、ダッシュ、ジャンプ、オッケー、クリア、で、ボックスは取れてる、よっしゃ完璧ですよ、ありがとうね、トラちゃん、かわいい、かわいい、お前はいい子だ、いつまでもかわいい子供のままでいておくれ、よし、これでワールド2のステージは全部クリア。いやー、白いダイヤがな、取れなかった場所もあったな。よし、それじゃあボス行きますか。リンゴダイル。あー、そうだそうだ、こんなやつだったな。俺っち、忠告はしたよな、おめえのせいで戦うんだからな。俺っちキャラか。あー、そうだ、このムービー覚えてる。今日のご飯は焼肉か、お前のな。あ、そうだ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 、シールドが出てくるんだよね、で上から危ない、上、あー、痛い、危ない、怖い怖い、上を打って落ちてくるのをかわすんだよ、かわしてからこいつ確か、そう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 、危ねえよな、で、その空いた隙間を危ない、縫っていってアタックで逃げて、あいつは自爆するんだよ、そういうことで、これを3回繰り返せばいいだけ、まあ、だから割とここもね簡単かと思いきや、そう、最初のここが一番難しいかな、その攻撃が結構避けるのめんどくさくて、それは大丈夫意外と、で開くじゃん、で攻撃攻撃危ない、 OK、 あとこれをもう一回繰り返すだけだよ、てかあいつ何なの、尻尾生えてるよね、ワニ、まあダイルって言うからワニなんだろうけど、怖い怖い怖い、うーぶー、早いな、で、あんまり崩れる前に行っちゃうと自分が出れなくなっちゃうから、それ気をつけながら、危ねー、よし、オッケー、この顔って何の顔、俺たちの負けだよ、でも気付けな、この先は厳しいからよ、ペンギンちゃんのね、逆襲があるんだよね、俺も手伝うよ、手伝うよ、いいね、懐かしいわ、やってたやってた、何気にさ、ペンギンの顔が怖え、まあ楽勝でしたね、はい、ここのステージでもらえるのはダブルジャンプ、2倍の高さにジャンプするには、バツでジャンプしてから一番上でバツボタンを押すと2回ジャンプできる、これ超使えるよ、まあ、とりあえずワールド2はこれでいいかな、うん、じゃあまた次回ワールド3で、意外といけんじゃね？